ルイーズ・ネベルソンルイーズ・ネベルソンは、ウクライナ出身のアメリカ人彫刻家。本名はレア・ベルリャフスキー。捨てられた家具のような日用品の廃物などを集め、これらを切り刻んで黒く塗り、黒い箱の中に入れて寄せ集めたの作品が中心である。椅子の足やベッドの枠、野球のバットなど黒く塗って箱の中に寄せ集められた日用品の残骸は、 箱の中で影を作り相互に採用する。さらに黒い箱は中身を表にして上に積み重ねられ、祭壇のように壁に立てかけられる。ネベルソンはかつて自分の作品について他の人たちの捨てたものでも拾ってきて組み合わせると、それらのものが本当の生命を得ることができるマイナスもと、使われていた時の生命を超えた精神的な命を、と述べている。 マサチューセッツ工科大学キャンパス内のアートワーク、透明な水平線、1975年制作、彼女は、キエフで材木を扱う、ユダヤ人商家に生まれ、1905年、アメリカメイン州に移住した。ここでも、木材で遊んでいた彼女は、10歳に指摘を彫り始め、彫刻家を志すようになる。1920年、富裕な選手のチャールズ・ネベルソンと結婚。 ニューヨーク市のアートスチューデンツリーグに入学し、絵画や声楽、特にダンスを学んだが、夫は彼女の芸術の勉強に反対し、1931年には別居、1941年に離婚した。別居後はミュンヘンに移り、1933年のナチスの政権獲得までの間、ハンス・ホフマンの下で絵画を学んだ。アメリカに戻って、以後は、 ニューディール政策の元公共事業促進局の連邦美術計画に雇用されて美術教師として働きながら1937年メキシコの画家ディエゴリベラがロックフェラーセンターに制作していた大壁画を手伝った。1940年代以降シュルレアリスムに影響された絵画やコラージュを制作し大きな展覧会に出展するなど活躍の幅を広げていった。 彼女が最も充実した制作活動を送り、有名になるのは60歳が迫ってきてからのことである。1957年に最初の黒い箱の作品を制作。この年のクリスマスに木箱に入った酒を送られた。彼女はその空箱の仕切り板が生み出す影や細胞上の空間同士の関係に霊感を受け、箱の中を板で仕切る作品を作り始めた。 やがて箱の中に木片や生活用品、廃物などレディメイドを詰めていく発想を得た。さらに箱の彫刻が笛アトリエを片付けるため、物を詰め込んだ側を表にして箱を壁際に積み上げる。作業の途中で積み上げるたびに箱同士の関係性が変化していくのを発見し、箱は独立した作品ではなくもっと大きな彫刻作品の一部となるべきものだったことに気づいた。 1958年、木切れや廃物を入れて黒く塗った箱を数メートルまで高く積み上げ横にも広げ、暗い部屋の中に観客を取り囲むようにして設置した展覧会、ムーンガーデン1で彼女は一躍、斬新な環境芸術家として脚光を浴びた。以後20年以上にわたり一貫して黒い箱や廃物が増殖するかのような作品を制作し、世界各地で 展覧会を開く他パブリックアートも手掛けた。1979年にはニューヨークのロワー,ーマンハッタンに黒く塗った木や金属のコラージュを組み上げた野外庭園ルイーズ・ネベルソン・プラザが完成している。素材は木のみならずアルミなど金属片やプラスチックも使われ、中には白色や金色で塗られた作品もあったが多くは漆黒を使用した作品である。 彼女が黒を使う理由に、黒は個人的に一番しっくりくる高貴な色だと考えていること、黒は純粋で全ての色を含む全体性を持った色であることを挙げている。彼女は自然からエッセンスを取り出し自然を超える人間の理性を高く位置づけ、自分の制作や自分の生き方を秩序立ててコントロールした。強烈な個性と大胆な衣装で展覧会場に現れ、 一方で評論家や利益のために近づこうとするものを鋭い一言でピシャリとやっつけることもあった。彼女は1988年にニューヨークで死去したがアメリカを代表する美術家の一人として今も尊敬されている。また彼女の子供や孫たちも美術家として活躍している。ありがとうございます。